こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。なぜ稼げない塾が横行するのか。まあこれね、え、以前に動画を撮った記事ですけど、ちょうど今サポート、ね、受けたいなというね、質問が来てまして、まその中で、まサポートの、え、再現性、ま要は何人ぐらい教えてね、え、どれぐらいの成果が出てるか、まあそちらをお答えしたらね、私のサポート、再現性ちょっと高くて驚いたと。 えー、もうちょっと確認してくださいという質問が来たんで、まあそれについてちょっと解説します。まあ質問、まあオーストラリアアマゾンシサポートの再現性を知りたいですと、いうことでね、素直な方に、そしてお金に切羽詰まってない方に取り組んでいただければ、まあほぼ100%ですと、ね。すごいせっかちな方、ね、理屈っぽくて動かない方、納得しないと動かない方、まあこの方は正直厳しいと。まあそうじゃなくて、まあ、特にお金にも困ってない。 ね、そして素直に言ったことを実行していただくと。えー、これを約束していただければ、ほぼ100%、えー、成果出てますと。言ったらね、まあ、質問の方で、素直に取り組むと100%近いとは、かけねなしで驚愕いたしましたと。私の経験上、まあ、この方はね、えー、ビジネス、自分でご商売を25年やられてる方です。私の経験上、良くて大成功3%、成功10%、飲食業でも本当に儲かってるのは100件に1件ぐらいではないでしょうか。 堀さんのサポートはよほど優れているのでですね、本日は一つだけ質問させていただきます。個人コンサルの方はマックスで何名ほど受け持たれていますかまたコンサルに関わるスタッフは何人体制でしょうかということでご質問いただきました。まあそれに対する答えです。まず、まあね、質問はこのコンサルに対する話なんですけど、この再現性が高い一番の理由はね、再現性の高いビジネスを選んで正しいサポートをしているからです。 ま、物価の高いオーストラリアに、物価の安い日本から輸出をすると。まあ、これは非常にね、えー、再現性が高い。要は、身の回りのものを買って送ればね、えー、高い、高い、儲かる商品見つかるんで非常に成功率が高い。2、3年前までは、ね、これ別にオーストラリアじゃなくてアメリカでも良かったわけですけど、やっぱりアメリカはね、えー、非常にうまくいって、まあ、稼げる方、未だに、え毎月、え3万ドル以上売り上げてるというような状況です。 まあこれビジネスで、例えばこれ、良くて大成功3%、成功10%、まあ当然ですけど、日本国内の話でしょうから、これ非常にいい,ですい,い例ですね。日本の中で成功と大成功を入れて10 13% 0 1なのか、あるいは10%でね、そのうちの3%、大成功3%、成功7%なのかわかりませんけど、 いいと言われているビジネスで10人に1人成功すると。まあこれが確かに日本の国内でビジネスをやった場合の成功率でしょうね。だいたいそんなもんです。飲食業でも本当に儲かっているのは100件に1件ぐらいではないでしょうか。ねまあ、日本の飲食業は本当に過当競争。というか、飲食業ってね、まあなんか、人が1日3食食べるし、すごいね、取っかかりやすくて硬いビジネスなんじゃないかと思って取り組む方多いんですけど、まあ実はライバル非常に多くてね、儲けにくいビジネス。 ま、百件に一件1、1%しか本当に儲かってるとこはない。あとは食っていくのがやっと。ね、本当は赤字とかね、あるいはね、お金持ちが趣味で、ね、飲食店やってるっていうのもあると。考えると確かに、ね、1%ぐらいしか儲かんない。こんなビジネスだと、ね、飲食業、日本で飲食業やりますって言ってね、いくらコンサルしても、ほぼみんな儲かるっていう状態には持っていけないです。やっぱり、えー 物価の安い日本から物価の高いオーストラリアに輸出すると。しか、しかも、アマゾンを使うという限定条件があるから再現性が高くなっています。そして、再現性が高いもう一つの理由。このね、ご質問の中にあります。えー、毎月何名ほど受け持たれてますかまたコンサルに関わるスタッフは何名体制でしょうかと。これね、サポート、全部私がサポートしてます。 ですんで、サポートを受けられるのは毎月3名までです。新規サポート、始まって1ヶ月がやっぱ一番ね、商品探しやら、あれやこれやらサポートが多いんで手間かかります。ですから、個別サポートを毎月3名以上するのはちょっと難しいと。スカイプで、あなたに何ができるか確認したり、あるいはね、じゃあこれをやりましょうと、ね。いろいろ指示してそれをフィードバック受けて修正したりする作業がやっぱ一番多いのは1ヶ月目。 まあ、二ヶ月目もまあまあ忙しい。まあ、三ヶ月目でね、落ち着く人は落ち着いてくるけど、忙しい人はまだまだ忙しいというような状態なんで、もうこれは毎月三名までに限定してます。で、この、全部私がサポートしてるのが再現性の高い、もう一つの大きな理由です。というのがね、これあの、以前作ったこの動画見ていただくとわかりますけど、まあ、ほとんどのサポートとかね、えー、塾とか、そういうものはね、サポーター、この、 質問にあったように、何名体制ですかというような形でね、マニュアルをもとにサポートはバイトが行うというようなことが、え普通です。そうするとね、サポートできないです。だってあの、サポートする能力ある人間がアルバイトなんかやってないですから、え役立つサポートは何一つできない。役立つサポートがない。ね、初心者同士で、初心者が分かんないものを教える初心者がね、わかよく分かんない人が教えてても、何も解決しない。 無駄が多すぎる。成功には全く近づかないというのがね、普通のサポートになってます。マニュアルに書いてあることは教知られるけど、イレギュラーなケースにはわかんない。言われたことはできるけど、相手を見てその人に、その人の強みを乱してね、その人はこうやればいいだろうという、種ュ選択、戦略的なことを全く考えられないというサポートだとね、まあ、正直サポートの意味はあまりありません。 まあそんなわけで、まあ、私も以前はね、サポートを手伝ってもらおうというのをやったことありますけど、まあ、どうしてもやっぱね、イレギュラーなケースに対応できないとか、まあ、満足度の高い、あるいはね、再現性の高いサポートは提供できないんで、もう一切サポートの応援を頼むのはやめました。今はもう全部私がサポートしています。まあ、そんな形で、サポートはマックス月3名まで、ね。で、サポートは全て私自身がサポートしています。そして、 物価の安い日本から物価の高いオーストラリアに輸出するアマゾン輸出ビジネスだから再現性が100%近いということで、ね、提供しています逆にこれが、ね、1%しか儲からないとか10人に1人しか成功しないとかいうビジネスなら、ねまあ、それを教えて、ね、お金をもらうということ私も神経太くないんでだったら別なものを探すかこのサポートっていう仕事をやめます 逆に取り組んでいただければ言ったことをやっていただければ100%近い再現性があるビジネスがあるからこうしてサポートしているというのがね事実なんでまあその辺で疑問に答えられたかなというふうに思いますしょぼいブログ記事と YouTube 動画フェイスブックで自力で集客して少人数限定でサポートしているから 私は10年間物販サポートを続けられています。なんかあの、たくさん人集めてね、その集めた人のクレームが炎上して、それで消えていくというようなサポートとはもう全く質問やってることも違いますんで、え、オーストラリアアマゾンにご興味あるということでね、まあ、せっかくコンタクトを取っていただいたんで、まあ、サポートを受けて稼いでいただければと思います。以上、アマゾンスサポーター、堀秀夫でした。